日本三重県鳥羽市鳥羽鳥羽は三重県鳥羽市にある町。現行行政地名は鳥羽1丁目から鳥羽5丁目と無人地帯の鳥羽町がある。郵便番号は鳥羽1丁目から5丁目が517-0011で鳥羽町は設定されていない。鳥羽藩の城下町及び鳥羽港を要する港町として発達し、島地方の中心地としての機能を有してきた。鳥羽市の北部に位置し、 鳥羽市の中心市街地をなす。三方湾楽島半島、坂手島、小浜半島に囲まれた天然の良好で、船の停泊には適したが、平地部を欠いたため、城下町は一筋の街道に沿った外村形態をとっていた。北は小浜町、南は船津町、西は県人町、池上町と接する。東側は鳥羽湾、鴨川に面し、対岸に、 坂手町、安楽島町、大民東町、大民西町がある。鳥場には以下のような通称地名がある。これらの町は町内館や神社の宇治湖地域の単位として常用され、1878年まで古代市郡の町だったものもある。鳥場の小技と同名のものもあるが、町の指す範囲は、障子の範囲よりも広い。岩崎など二つの町名にまたがる。 町もある。町の境界には大抵川や水路があり、祭りの際には町境で揉め事が発生したり、祭りで田町を通る時には若者が事前に許可をもらいに行ったりと厳然とした境界があったが、暗許可や埋め立てで水路が地上からなくなり、曖昧になりつつある。上記の町のうち、旧町人地である本町と大里を合わせて、両町、横町、中野郷。 富士の里を合わせて三町と呼ぶ。また、平成以降は中野郷以南の地域を鳥羽中町と称し、地域住民が町づくり活動を展開している。鳥羽は一丁目から五丁目までと鳥羽町の6つに分かれている。鳥羽市で町目の設定がある地域は鳥羽のみであり、市内では鳥羽を省略して町名とだけ呼ぶことがある。市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。戸場はかつて、戸ま浦と呼ばれており、鎌倉時代の資料でその名を確認できる。当時の戸ま浦は、伊勢神宮の送り屋であり、伊勢国と島国の境界付近に位置したことから、戸ま浦を、島国投資軍の所属とする資料、伊勢国渡来軍の所属とする資料が混在しており、上大鳥省では、どちらの軍にも、戸ま浦が掲載されている。 伊勢神宮の警護のために、都から下校していた立花の死は、方言、平治の乱の頃より、泊まを支配し、一族は、泊まり衆と呼ばれた。泊まは、蕎麦の語源と考えられており、広大の資料では、白の字に、蕎はないし、蕎麦のルビを振ったものもあるが、根拠に乏しく、文字通り、泊まりと読むのが正しいと見られる。泊まが生まって、蕎麦となり、 鳥場の字が当てられたと言われている。室町時代以前の鳥場は、鳥場散々と海岸線の間に開けた、わずかな空間に成立した小さな村で、大里と大里の二つに分かれていた。この頃の大里は、江戸時代以降に、横町、中野郷藤の里と呼ばれる地域をも包括した地名であった。南北町時代になると、戸まり浦は、渡来軍、 棚橋村の宝楽寺の所領に移行した。宝楽寺は、京都の第五寺美本院の末寺であったことから、泊ま浦は、北朝の勢力下に置かれた。当時の泊ま浦の様子が、県中市、北京京藩中心上に記録されており、これによると、泊ま浦の一部とされる公向村は加減4年に、在家が115境あり、延響3年には135境に増加したという。 本在家は平均12坪と比較的広いのに対し、新在家は4坪以下が一般的であり、村人は農業民ならず、御子や万象なども居住しており、当時から都市的な性格を帯びていたことが伺える。上は4年の資料、下空ネギ目安上案には、泊り浦の守護台の城の文字が見られ、伊勢、島両国の守護所があったことがわかる。 そこで南朝方に着いた下空の官主、渡来家行は、昭平3年1月6日に、渋谷男状を大将として、泊り浦へ送り込み、守護大を襲撃した。続いて、大永6年から7年にかけて、足利義満は、伊勢国守護の二木義和と、時安行を介して、崩落寺領泊り浦を、美本院雑将に渡し付けるよう命じた。 戦国時代初期の鳥羽は、引き続き立花の死を当主とする、戸まり州の支配下にあった。当時の島国は、島十三寺頭と呼ばれる地侍が、軍有拡挙する時代であり、後鳥羽天皇の末裔とも称される当主、立花の宗忠は、伊勢国氏の北畑氏に服属して、滝きご職下に列し、他の寺頭州から、鳥羽伝の尊称で呼ばれる名士的存在であった。宗忠は、 鳥出山に鳥出山次郎、観音山に鳥出を築き、愛島と仙艦島に船番章を設けて、鳥羽港に入港する船から、捕別船と呼ばれる入港税を徴収して、生計を立てていた。しかし宗忠には、着難がなく、宗忠の死後に、所要は娘婿の久喜義高のものとなった。鳥羽衆は、義高の家臣になる者、義高に対抗する。 オバマ・カゲタカに従う者、庶民になる者とそれぞれの道を歩んだ。A613 年に吉高は島国を平定し、文禄3年8月に鳥羽城を築城した。鳥羽城は大手門を海側に向けた類例の少ない会場で、鳥羽の町とは海面で隔てられた離れ小島にあった。その後、慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて、吉高は西軍方について、 息子の森高は、東軍方に味方して、親子で戦うこととなったが、両陣営とも目打ち同士であり、なおかつ、追記感もない、賭場城を怪人に返すのは忍びなかったため、敵のいないところに矢を放ったり、空砲を撃ったりして戦っているように見せかけた。関ヶ原の戦いの本戦は、東軍の勝利に終わり、吉高は、東志島へ渡って自害した。江戸時代には、 島国東市軍に属し、蕎麦藩の藩庁所在地、蕎麦城下を成していた。蕎麦藩の初代藩主は、茎森高で、大阪の陣の武功により戦国加増され五万六千国の大名となるが、森高の死後家徳争いが発生し、茎氏は内陸の三田藩と綾部藩に分割されて、蕎麦を去った。以後は、内藤氏、土井氏、お牛松平氏、板倉氏、 戸田松平氏と交代が続き、稲垣明剣が、強謀10年に入法して、以降、稲垣氏で安定した。賭場藩は、島一国を領有したとはいえ、島国の総国高は二万国に過ぎなかったため、伊勢など他国に飛び地の領地を有した。しかも、賭場藩領は、高地が少なく、年貢は、米ではなく、金農が主であった。城下町賭場は一本の街道に沿って展開し、 西端にある、峠門から南端の奥谷まで十五町余りであった。城下は、町人地の本町、大里、横町、中野郷、藤の里の五つの町、武家地の賭場城閣内と閣外で構成された。町人地は一本の街道ながら、片側町、遠県社団としての鍵型の街路や外苑部の人員配置など、城下町らしさを備えていた。他方、 鳥羽藩士は安政4年時点で387人と、少なく城下町としての発展には限界があったが、江戸と上方を結ぶ海戦が熊野灘と遠州灘という二つの難所を超える前後で、風町のために寄港する港町として繁栄した。多い時には500層もの戦国船が鳥羽港に停泊し、城下の各町には、総船業、船大工、 船宿など港に関連する職業に就く住民が多く、宿は諸国の地名を冠していた。さらに、船乗りを相手とする遊女も出現し、最盛期には500人にも上ったと伝えられる。この遊女は、走り金と呼ばれた。海に面したため漁業も重要な産業であり、特に、本町食館で、蕎麦の名物と記されたボラを取る、稲立は、蕎麦藩の事業として、藩主や、 過労の手船も失業し、縦奉行という役職もあったほどである。明治4年7月14日、廃藩地権により、鳥場藩の廃下を鳥場県に置き換え、藩町を県庁としたため、県庁所在地となった。鳥場藩の地藩寺だった稲垣長隆は解任され、稲垣田持が県大三寺として、県政を司った。また、羽場城下が解体され、超人地五町は、 独立した町となり、武家地では通称だった奥谷が正式な町に昇格、丸の内と岩崎は合併して、西木町となった。しかし、府県統合により、鳥場県は渡来県に吸収されることとなり、わずか4ヶ月後の11月22日に消滅した。鳥場城の堀は埋め立てられて、全寺西木町へ編入されていき、その地下は一坪あたり現金で80銭。 のべ金で一円だった。一方、蒸気船の時代が到来して、風待ちをする必要がなくなり、鳥場港の賑わいがそがれていった。1878年、分割された七町が合併し、鳥場町となった。明治初期に、城下町、港町の二つの性格を同時に失った鳥場であったが、港湾都市としては、 日本国郵便蒸気船会社の分社を、小津製材門ら松坂の豪商が、明治5年に誘致し、海軍省が、賭港を要港に指定し、愛島に輸送所を置いて、頻繁に出入りするようになったため、名脈を保った。政治都市としても1879年2月に、小江市軍、阿護軍共通の軍役所が、上安寺に置かれ、初代軍長に、 河原田都蔵が就任することで再生した。一方、町の経済を支えたのは1878年に進出した鳥場造船所であった。鳥場造船所は、東京で造船業を営む福沢達造が、自身の造船所の視点として開設したもので、翌1879年12月に、旧鳥場藩市の稲垣耕作や山本助水らの資金提供を受けて、基盤を整え、 事業を拡大していった。この頃、民間では自由民権運動の影響が現れ始め、おさむし者や、志勢税同盟会といった結社が生まれた。ここで活躍した、須藤富八郎は1889年に、鳥場町、県、上村、小浜村が合併して発足した鳥場町の初代町長に就任した。合併前の旧鳥場町の範囲は、大和鳥羽町 すなわち住所表記上、鳥羽町鳥羽町となったが、1917年に大技鳥羽へ変更した。1911年7月21日、山宮線が鳥羽まで延伸し、終点となる鳥羽駅が開業した。駅を建設する平地を確保するため、1万5000坪、あまりの海面が埋め立てられた。開通祝賀会には、後藤新平が出席し、 当日の伊勢新聞は、島群全体の水産業と観光業の発展の条件が整ったとする社説を掲載した。実際に、奥、島や南東地方から鳥場に人や物が集まり、鳥場駅から鉄道輸送する交通流が生まれ、さらなる鉄道延伸が議論された。まず1919 19年に、島自動車が鳥場岡田間で、島地方発の路線バスの運行を開始し、 続いて1929年7月23日に、島電気鉄道が、鳥羽児島間の鉄道を開通し、中野郷駅を新設した。こうして、鳥羽駅は、鳥羽町外との中継地、中野郷駅は、鳥羽町内の中心地及び、鳥羽港の物資中継地という役割分担が成立し、岩崎、本町、西木町は、観光客向け、中野郷、藤野里は、 地元客向けの商店街へと変貌していった。蕎で観光が本格的に始まるのは、1927年に蕎湾が日本百景の一つに選定されて以降であり、同年12月に蕎湾で遊覧船の運航を、1933年9月8日には日和山でエレベーターの運航を開始した。この間、1917年12月20日、 西木町の個人宅から出火し、強い西風に煽られて、西木町から中野号まで391棟が全半焼する賭場大火が発生した。これを機に、街中の道路が拡幅され、その費用を捻出するために、中野号沖を埋め立てて、土地を造成し、その売却駅を充当した。太平洋戦争中の賭場は、海軍の伊勢防備隊が設置されるなどいくつかの、 軍事拠点が置かれたが、組織的な攻撃を受けることはなかった。とはいえ、王将等で181人の戦没者が出た。終戦から間もない1946年11月20日には、伊勢島国立公園が指定を受け、鳥羽の将来は観光で生きていく以外にないと、鳥羽町長の佐藤正が発言するなど観光業が町の中心になっていく。 観光施設としては1五十一年三月十二日に三木本魔女が島1五十五年五月十五日に鳥羽水族館が開業した。この間、1五十四年に鳥羽町が周辺村と合併して鳥羽市が発足し大技鳥羽は鳥羽町に戻った。高度経済成長期になると観光シーズンに国道百六十七号の渋滞や市街地の 駐車場不足が顕著となり、岩崎三橋の船舶の混雑も課題となった。そこで、羽橋の初代市長、中村幸吉は、佐多浜沖を埋め立てて、新港と新国道を建設することを決定し、1966年6月2日に、羽橋役所で、寄港式が、虚構、1972年に埋め立てを終了した。 4車線を持つ海岸沿いの新国道は1973年3月18日に開通し、交通流道の中心は海岸沿いへ移動し、市街地を通過する自動車はほぼなくなった。この間、1966年9月1日に、鳥羽町の大部分を鳥羽1丁目から4丁目に分割し、翌1967年9月1日には、船津町の北部、 船津神殿と呼ばれた地域を、蕎麦五丁目とした。中世の頃の地名、泊まり浦が転化して、蕎麦になったとされる。蕎麦という漢字表記は、型神社の縁起を記した、が、他社頃を古事実伝にある、八王子神が、鷲の羽でできた船に乗ってこの地に降り立ったという、伝説に基づいているとされる。2019年8月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。 国勢調査等による人口の推移。国勢調査等による世帯数の推移。岩田淳一の調査によれば、近世、近代の賭場には、町の番太、大及びだ、獅子舞、踊り寺、観音公、大念仏、ついンヤれ、盆踊り、遺木嫁、山の神66コリ、猫もさんも、十造剣、俗、年季のすずめなどの年中行事が主に、 鳥羽の町ごとに行われていた。鳥羽の盆踊りは町人に混じって武士も踊りの輪に加わったことから身分を隠すために手拭いや網傘で顔を隠して踊るという独特の風習があったが昭和初期には顔を隠す伝統はほぼなくなっていた。正月飾りは武家地と町人地で差があり武家地では松竹で飾り町人地では汗びや椎芝で飾った。 愛橋は、病喜び川に架かる橋である。病喜び川と愛橋は、室町時代以前に、伊勢国と島国の境界を成していた。愛橋とは、伊勢国と島国が、相まみえるところの橋という意味である。嫁入りと葬式の際には愛橋を渡っては、行けないという風習があった。江戸時代には愛橋に、賭場城の堀口門が置かれ、大山住神社への参道にあたる橋でもあったことから、 重要な地点であった。妙喜び川は、賭場城の堀井として利用された。上日の大及び田は、人形、祈り人の妻の毛髪、櫛、郊外を詰めた小田原を相橋の上で引っ張り合うという、祭りであった。栄さらさ、さらさの差の掛け声で三度小田原を引き合うが、かつて、伊勢国であった妙喜び川の北側を、島国に編入したという歴史を踏まえ、必ず、 島国側へ引き入れていた。三度目の引き合いの後、小田原は海へ流し、社宮寺の山へ駆け上り、神楽大太鼓を叩き、その後町へ降りて、大及び、田の初歩と称して、各校を巡回し、米船を集めて、祭りは終了となった。祭りの間、相橋は通行が禁じられるが、その下の名喜び川を船で行き来するのは自由であったため、 ある自走橋から落ちてきた小田原が航行中の兵庫の天馬線へ転がり込み、その船と船の持ち主の田原綾に幸福をもたらしたという昔話が残っている。病喜び川の周辺は1977年以降の土地区画整理事業により変貌しているが、愛橋の周辺は江戸時代の雰囲気を残している。近鉄島線と並走する国道42号画像中央に、 かかる橋は、三木本魔女島へ渡る、パールブリッジ A ビード橋の郵便番号一覧に、掲載がないので、掲載がない場合の517-0000を、使用することになる。人気元年までは小谷と呼んでいたが、同年正月昨日にこの谷へ、五国豊穣の神を勘定したところ、巫女が神託を受けて、八王子を祀ることになったため、宮の谷に解消したという伝説がある。 例えば、広報と羽で市民を紹介する際に、3などと記載することがよくあり、と羽5丁目にある公民館は、中央公民館5丁目文館を名乗っている。例えば、と羽市の都市計画において、土地利用的には山で分断され、用途地域的にも、船津町との一体性が高いという理由から、鴨第一地区に区分されている。例えば、と場市のウェブサイトでは、 町名案内に、鳥羽町を含めておらず、人口統計にも鳥羽町の項目が存在しない。また角川日本地名大辞典では、明治22年昭和42年の町名と記し、過去の地名扱いとしている。角川日本地名大辞典では、西木町の成立を明治4年としているが、鳥羽市発行の年表では1875年3月20日のこととしている。 ありがとうございます。